あっちの島行きましょうか。遠いな。結構遠いですね、これ。大丈夫かな。かなり時間かかりそう。やばい。見失ったぞ。行けるか、まっすぐ行けば。まっすぐ行けば大丈夫な。絶対、視点を変えなければ OK ですね。怖いな。若干うっすら見えてますね。雨になると視界悪くなりますからね。このゲーム迷子になったら終わりでしょう。まあ、まっすぐ行きましょう。よし、来た。あ、相当狭い島ですね。もう石もそんなに持って帰んなくてもいいですからね。葉っぱとかの方が重要だな。カニさん。ツリーになってる。これになったら一番もらえるのか。スティックは結構必要ですね。カニずるいにしときましょうか。あ、カニが動かしてる。カニが動かしたら最悪ですね。今動いてたぞ。こんなとこかな。まあ、これはわかるでしょう。よし。これでいいでしょう。ああ、じゃあ、帰還、中心になる島はカニで示しましょう。それ以外はココナッツの殻の実で示すことにしよう。ルールを設けましょう。中心はカニで、それ以外はココナッツですね。マイルールを決めていきましょう。よし。いけるかな、これ。危ない危ない。おお。あ、上も上がれんだ、これ。お！ラベルマーカー？なんだそれ。ハンマー。おー、いいじゃないですか、めちゃくちゃ。持って帰ろう。上がれんだ、これ。知らなかったな。あ？危ない危ない。沈んでる。やり。これか。バレルを。おー、上がる上がる。これ、持って帰りたいな。これら、この、3つあればいいのか。あー、これちょっと作ってみましょうか。どんな風になるか。気になる。結構簡単にできますね。ん？あー！出てきた。おー、できた。ラフト。イカだ？これが。これがイカだ？なんかできましたね。あ、こういう風になるんだ。暗くて見えないけど。なるほど。どうなんだ、これ。こういう感じで、これはベースですよね。押していきたいですよね。方向にこう置いて。これで持って帰るんじゃないのかな。あ、いけそういけそう。あ、持って帰れそうですね、これで。ちょっと、難しいけど。これで持って帰るか。なるほど。ああ、これでなんとか、いけるかな？よーし、着いた。オッケーでしょう。ああ、大変だった。おお。これで、ちょっと試しに、失敗しないことを祈ろう。これを持って、この状態でくっつけるみたいですね、先に。それでやると、
行けるみたいです。これで、あ、くっついた、くっついた、あれ、くっついたけどなぜかつかないぞ。これでやりたいんですけどね。なぜだ、これで合ってるはずなんだけどな、なぜくっつかない。うん。ちょっとこっち側にやっとくか。この状態でやってみましょうか。こうじゃなきゃダメな、なんかどっか行きそうで怖いんですよね、この状態でやると。あ、ついたついた。はい、これで拡張ができますね。これいいですね。で、この上にもなんか置いてけば。よーし、ちょっと希望が見えてきた。よし、水飲もう、水飲みましょう。いいですね。これ楽しいですよね。これがやりたかったんですよ。これをくっつけると。いや、いいですね。おほほほ、素晴らしい。素晴らしいですね、これは。はい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 。二つ分できた。これな、最初の、まあ一個はしょうがないでしょう。もうくっつかないですからね、これは。分解できたらいいんですけどね。分解ボタンとかないですもんね。もうこれはほっとこう。あ、あそこにタイヤあるじゃないですか。これ持っていきましょう。とりあえずもうこっから作っていけばいいわけですもんね。これで、ベースで、よし、持って帰ろう。これいいですよね。これで持っていけるのが。どうしようかな。横に、タイヤはタイヤでまとめたい気分ですけどね。横幅4マスぐらいにはしたいな。はい。ドラム缶になっちゃうのか。まあ、いっか。ちょっと見てくれがあれだけど。バランスとかあんのかな、これ。まあいいや。はい。いいですね。で、2個分8個。枝を集めればいいのか。フロアですね。はいはいはい。素晴らしい。素晴らしいですね。おお。できてきた。4マス分ですね。4マスかどうかわかんないけど。かなりでかくできそうだな。それでエンジンとかつけたら最高じゃないですか。でもこれボートはもう置いていくことになるんですよね。ルームですね。じゃあここに置いていきましょう。はい。これで、クラフトで、布ですね。布ができて、で、ここが、あとは1個あればいいのか。ラフトで、ここですね。よし、来た。これを、ん？ああ、来ましたね。どこがいいんだろう。どこを中心にするかだな。ここでいっか。ちょっとずれるけど。ここを真ん中に、この、ドラム缶のところを真ん中に考えてやっていこう。怖っ。おー、できましたね。ちょっと明日早速乗ってみましょう。これをボックス代わりに使えれば相当楽だぞ。あ、いけるいける。全然乗っかるじゃないですか。大丈夫かな、バランスは。おお。大丈夫かな。安定してますね。これでボックス代わりにこれを置いていってやっていきましょうか。これも
釣り道具欲しいですね。釣りしたいですよね、これ。あ、いいですね。すごい。素晴らしい。落ちそうで怖いけどな。もうちょっと幅があればな。はい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 。やっぱバランス悪いの。あ、こういう置き方にすればもっと置けんのか。どうやって今。あ、これいいですね、この置き方。こうやって持っていけば、家内の量、荷物も運べますね。これはもう固定するような形で。もう一個ぐらいはいけそうですけどね。ちょっとなんか、沈んでません。大丈夫なのかな？バランスやっぱ悪いかな。ちょっと、こっち側にずらすか。ちょっと初めての手作りイカダですね。これでやっていこう。これで乗っかって、開いた開いた。動きますね。頬を開いて、いけるいける。早い早い。あ、全然早いな。大丈夫これ。すごい揺れてるけど。箱、空箱落ちそう。これですよね。方角的に。早い早い。めちゃくちゃ早いぞ。風に乗ってるっぽいですね。やった。ちょっと待って。箱が落ちそう。まあ、いや、ちょっと粗めに運転して箱が落ちるかどうかのテストですね。もうちょっと拡張しないと不安だな、これ。あー、サメだ。怖っ。まだちゃんと残ってるかな。怖い。揺れてるけど一応残ってますね。おー、全然早いぞ、これ。これでエンジンついたらもう最強ですね。これいいなぁ。ちょっとまっすぐ行かないのが難点ですね。わぁ、すごい揺れてる。でも、あの救命ボートよりかは確実に速いですね。ほんとまっすぐ行かないな。すごいずれる。おー、あ、一応落ちないですね、これ。あ、まだ往復して確認した方がいいな。こんなとこだったかな。とりあえず、危ない危ない。あ、箱が見つけたい、いきなり。ここを取れそうだな。うまく、乗れるか。よいしょ。すごい揺れる。箱が一個あったな。よーし、到着ですね。揺れる揺れる。おー、素晴らしいですね。これはいいな。あ、帰ってきた。ここだ、ここだ。これで、ここにエンジンがもう一個あるんで、キャブレーターですね。これは被っちゃってんですよね。これですね。あら、はまっちゃう、はまっちゃう、はまっちゃう。これを、取って、ここは見たんでしたっけ？ここは見ましたよね。見てるな。これは OK ですね。これは箱か。A がいる。あとはなんか落ちてるかな。ここもなさそうですね。とりあえず、拾ったやつを置いて。お！タンク来た！トーチ。クロス！クロスが手に入った。あんだけ苦労した。とりあえずタンク、ヒュールタンク来ましたね。これで、あと1個かな？
あと1個ですね。よし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 。すごい順調。ああ、もう乗ってないのか。あと1個あれば、これが燃料タンクなんで、あとあそこか。ここもまだ見れてないっぽいですけどね。ここは見たか。忘れちゃいましたね。とりあえず、イカダのベースになるやつが欲しいですね。あ、これ見てないっぽいな。ちょっと怖い。ああ、いるじゃないですか、目の前に。目の前にいたぞ。ダメだな。違うとこから持ってくるか。ここにあったかな。なんか V みたいのがあったんですよね。あ、これだ、これだ。これを、ばらして。ベースで V ですね。よし、来た。またバランス悪くなるけど。ここにつけるか。いいですね。これで、さらに木の、これを、ちょっと待ってください。ここをこれが2つぐらい、あ、2つありますね。これで作ってみるか。これでできた、できた。ちょっと沈んでません？大丈夫？これバランスが相当悪い。ああ、落ちるぞこれ。ちょっと待って、バランスが落ちる落ちる、吹っ飛ばしたこっち側に、真ん中に置いた方がいいな。めちゃくちゃバランス悪いな。じゃあ、あとはやっぱエンジンですよね。キャブレーター、プロペラ、あれなんか揃ってる気がすんな。プロペラってありましたよね。ありましたよね。あ、ってことは作れるな。よし、戻ろう。エンジンもう作れますね。よしよしよし。